家の方から川を越えてこの南シャチバナナ畑の方を見るとまだ緑っぽいんですが、家の畑とかその他の平地の畑のバナナはほとんど合併して、まあ幽霊かお化け小立ちみたいに見えるんですが、ここだけはまだああバナナだという感じなんですね。こういう西風から北西風が吹きますと、この南シャチバナナ畑の入り口がですね、冷たい風に吹かれて、ここのミャンマーバナナは今頃出来してるんですが、今年じゃない昨年になりますね、2017年のムサハジャラエアジャレイは葉っぱが4枚で、この親株なんですが葉っぱが4枚で出来したものですから、そうそう良好な収穫にはならなかったんです。緑葉がちょっと足りなかったですからね。それでこの小株ですね、本年7月ぐらいにせめて7枚前後の緑葉で出来してくれれば、この前の収穫よりはもっと望ましい収穫になると思うんですがね、どうなることかまだ分かりませんがね。こちらはどうでしょうかね、欠けがいまいち細いんですね。もし来年じゃない、本年なんですね、本年中に出来することがあるとなると、こちらの欠けが太めの株よりもだいぶ遅く、おそらく2ヶ月前後遅く出来ということでしょうから、まあ、こちらはあまり期待できないかもしれません。こちらの株が、まあ、立派な親株として7月せめて8月の上旬までに出来してくれればなと思うんですがね。